やっと来た。遅いっての。こんな寒い中どれだけ待たせるつもり。ああ、はいはい、言い訳はいいから。それより見て、このイルミネーション。 SNS で見たんだけど、バレンタイン限定の飾り付けなんだって。特にメリーゴーランドめっちゃ可愛いでしょ。いつも以上にキラキラしてて。はあ、何それ。いい、このイルミネーションは遊園地だからこそ価値があるの。そこらの道を飾り付けただけじゃ意味ないのよ。ほんと情緒とかデリカシーが足りないわね。まあ突然呼び出したのはちょっと悪かったなって思ってるわ。いろいろ準備とかあって。もちろん私だってタダで付き合ってもらおうと思ってるわけじゃないわ。あの時はちゃんと渡せなかったから、改めてあんたにあげる。そうよ、あれからいろいろ研究してやっと納得いく味になったの。あんたには味の違いなんてわかんないでしょうけど、とにかくこれあげるから今日は私に付き合いなさい。ちょっと、その木馬は私が目をつけてたやつなの。他のにしてよ、他のに。ダメ、その木馬が一番景色がよく見えるって書いてたし。ほら、どいたどいた。隣空いてるからそこにしたら。あ、そろそろ動くみたい。楽しかった。この木馬からの景色が見れないなんてかわいそう。ダメ、ここは私の場所なの。あんたはそっちの馬車にしたら。うちょっと、もう動くわよ。は？あんた何してんの？なんで同じとこに乗ってくるのよ。信じらんない。早く降りなさいよ、狭いんだから。急に乗ってくるからびっくりしたじゃない。あ、チョコ、無事かしら。そうよ、さっき見せたでしょ。はい、あげる。ちゃんと感想を教えなさいよ、気になるし。あ、もちろんうまい以外の言葉でね。どんな感想が聞けるのか楽しみだわ。